涌井秀明さん、なんとか中日に染まろうとしている模様。奥の席で加藤会をしていたので、こちらも負けじと加藤会、一番年下のブライトが上座、細川が食べ過ぎてお店のご飯がなくなりましたとさ。なお援護はもらえん模様。染まるか、染めるか。彼は染まる方を選んだんやね。ワクワクさんは援護が欲しいだけなんだ。そんな暇あったら抜線行けや、打たねえやつはいらねえよ。プライベートではよく笑うらしいな。アキーノも呼んだれや。いい人そう。加藤かける2とワクイってもうそこはロッテや。ワクイって結構若者と絡むよな。ブライト呼ぶならアキーノやカリステも呼ぶべきじゃん。援護点が欲しいならもっと食わせろ。この回に立浪来たら冷え冷えになるんか？ようやっとるわ。